最近なんかね、うん、ずっと賢者タイムなんですよ。はいはい。それはなんかおそらく、うん、まあ、ダチョウ倶楽部さんの件があって、あ、はいはいはい、から、うんうん、なんかずっと賢者タイムが流れてるんですね、うんうんうん、で未だになんかその、まあ、何回前かの動画でも上げた、はい、まあ、ある先生術を見ながら、はい、20年の虐待を描く漫画家なんていう人が挙げたツイート、うんうん、僕が心理学学んだ時に印象だったのがこれ、うん、60歳過ぎて自死するのはなぜなのか、うんうん、これは自己統一感を得られなかったからです、うんうん、自分とは何か、うん、自分の人生は何だったんだ、うん、人生の終盤にその感覚が得られていないと、うん、虚無感と絶望に飲まれ、うん、突如自死することがある、うん、っていうツイートが、うん、ずっとなんか、はい、あのイガイガとして残ってるんです、ね、うん、イガラっぽいんですよずっと。まあそういうこともあるだろうなぐらいですよ僕は。で僕の中では、はい、なんかこれが許せないってずっと思ってるんです、ね、うん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 、この要はさも自己統一感が得られてない人は、うん、そうなるよって言ってるみたいで、うん、ずっとイライラしてたんですよ、うん、でもご安心ください、はい、皆さんもうこのご安心安心してみんな、うん、僕考えたよ、うん、自己統一感、はい、分かりました僕、うん、分かったんです。何が分かった？教えてあげましょう、はい、うん、この自己統一感っていうのは、うんうん、今の俺で OK、うん、って思うことが、うん、自己統一感なんですよ、うんうん、っていうふうに思ったんですね、っていうアドバイスをするんじゃないかなって僕は思いましたけどね。ちょっと黙ってもらって、はい、ちょっと黙ってもらっていいです、はい、で僕はこうやって思ったんです。ああ、はい、そうだよ、うん、自己統一感とか、うん、本当の自分を、うん、じゃなくて、うん、今の俺 OK、うん、っていうのが自己統一感でいいんだよ、うん、って思って、うん、こうやって布団に入るじゃないですか、うん、いや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 待てよと、うん、そうすると、うん、今の僕 OK って思えてない人はどうするんだろう、うん、って思ったんですよ、うん、違う違うと、うん、そんな今の僕 OK だと思えないもんって、うん、思えるのも、うん、OK だよって思えばいいんだよ、うん、いやいや違う違ういやいや違う違うと、うん、っていう、はい、この行ったり帰ったり、はいはい、行ってきて行ってきてがあってですね、うん、ちょっと待てと、うん、僕は OK だと思ったんですね。今の俺 OK、うん、って思えることが OK なんだよ。僕の意見はいいですか？どうぞいいですよ、どうぞどうぞ。僕的には、はい、まあ、OK もクソもないです。というのは OK も、はい、OK って思うのも、はい、ダメだって思うのも、はい、妄想ですよ。自分が勝手に作り上げたもの でみたいな感じ。僕はそれを見て OK って言ってるんですね、はいはいはい、悩むのも OK、うん、OK なのも OK、うん、OK だよって思ったんですけど、うんうんうん、多分こうやって僕が OK だよっていうのってちょっとバカっぽいからみんな違うと思うんですよね。で、うん、あの灰の人さんみたいにね、うん、賢い人は言うんですよ、うん、ああサカナクションのアイデンティティみたいな話ですねと。アイデンティティがないうん、うん、おっしゃる通りでね、うん、僕は今日調べたんですよ、うん、アイデンティティ言うよみんないるって。アイデンティティが必要だねって、うん、僕は言わないですけどね。アイデンティティちょっと黙ってもらっていいですか？で、はい、アイデンティティの意味を調べたんですね、うん、要はアイデンティティっていうのは、うん、自分はこう、うん、こういう人間だ、うん、という、うん、自分なりに確信するとともに、うん、その自分らしさを保ちつつ、うん、周囲の人々から認められたり、うん、社会の中に自分を位置づけることが重要です、うんうん、っていうのが、うん、あの Google を引くと出てくるんです、うんうん、これちょっと僕意味わかんないんですよ、うん、お前何言ってんだよ、うんはい、もっと簡単に言えよ、うんうん、と思って、うん、ネットを探っていくとですね、うん、要は東進、東進っていうと予備校大学受験の東進 .com、はいはい、まあ、なんであの、まあ、高校生とかに教えるんでしょうね、うんうん、アイデンティティなんて意味を、うんうんうん、でそこに出てきたんですよ、うん、高2の女子ですと、はい、高校2年生の女の子がね、うん、悩んでますと。人の目が気になって仕方ないです、う
どうしたら人の目を気にせず自由に生きられるでしょうか、っていう質問に対して、アイデンティティを確立し自分の価値観を持とうっていうのが出てきたんですね。はいはいはい、でももうちょっと僕はね47歳今年48になるんですけど、はいはい、おめえ何言ってんだと、等身よと、でこれを読んでいくと、まあ大学の先生が答えてます、はい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 、茨城大学の教育学研究科教授の方が、まあ筑波大を出たね、お偉いさんが言うんですよ、はい、アイデンティティを確立することが大切ですと、相談し、これもうそのまま読みますね、相談者の方は高校2年生なので、思春期青年期に該当しますと、心理学ではこの時期の発達課題は、アイデンティティの確立だと言われますと、青年期 高校から悩めっていうんですよ、はい、アイデンティティを確立せよっていうんですね、で発達課題とは、人間が健全に発達するために、各年齢に応じ達成すべき課題のことですと、多くの大人の皆さんは思い当たると思いますが、思い当たってるんですかね、大人の皆さん、大人の皆さんどうでしょう皆さん、多くの大人の皆さんは思い当たると思いますが、この青年期に自分らしさって何だろうとか、自分のやりたいことは何だろう、将来どうやって生きていこうと悩んだ経験があると思います、アイデンティティを確立するには自分はこういう人間だと、自分なりに確立するとともに、その自分らしさを保ちつつ周囲の人々から認められたり社会の中に自分を位置づけることが重要ですと、で自分と深く向き合いアイデンティティを確立しようっていうんですね、アイデンティティを確立するために自分はどういう人間か自問自答したり、他者から見た自分に関心が向くため、他人の目を気にすることは避けられませんと、こうした経験は本人にとって何かと辛いでしょうが、それをないがしろにしてしまうと、アイデンティティが確立できず、やりたいことが見つからない、自分の存在意義がわからないなどの問題が将来にわたって出てくる可能性があります、不安誘導ですよ不安誘導してるんですよ、はいはいはい、で相談者から見ると、周囲の大人がすべてこのような辛い体験を得て、アイデンティティを確立したのか疑問に思えるでしょうと、実際には思春期や青年期に自分を見つめたり、他者から見て自分はどのような人間なのかについてあまり考えないまま漫然と過ごしてきた大人も少なからずいると思いますと大人もいるよねと、そういうバカな大人もいますと、そこまで言ってないですけどね、でしかしそんな大人は、誇張やめましょうねすいません、はい、しかしそのような人たちは、自分と深く向き合っていないため、後々、本当にこれで良かったのかと悩んだり後悔する可能性が高いのです、てだりーちゃんちゃんちゃーんちゃんちゃんちゃーんですね、で、成長にとって必要な過程として、思春期や青年期は自分と深く向き合う重要な時期ですと、その一環として他人の目を気にすることはある程度避けて通れないのだと考えてください、こっちは他人の目をね気にしながら上手にやっとんねんボケとか思いながらまた親や教師など周囲の大人は相談者の方のような悩みを持つ人に対しては他人の目を気にする必要はない、などのアドバイスを送るのではなく、当人の成長にとって必要な経験なのだと理解し守る姿勢が必要ですと、また時には自己理解を手助けするようなアドバイスを送ることも必要でしょうと、自己理解ってなんやねんじゃあお前に問おうと自己理解とは何ですかいろいろ反応しますねっていうのを、はいはい、もう電車で見ながらですね、でもプル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 震えるわけですよね、東平は、というところで、ごきげんよう、ごきげんよう今の俺オッケー、シンプルシンプルでじゃないですかこれって、悩んでる俺、うまくいってないなって思う俺、全部オッケー、
うん、で今から全部やろうやろうやわ、まあ、分かんないですけどね悩む、もう OK なんですよ。 OK っていうか、まあそういうもんですよ。そうなんですよ。 そう、それでいいんですよ。なんかね、曲がりくどいんですよ、まあ、でももうイライラが、うんうんうん、すいません、はい、で二戸兵は、うん、そういう悶々としながら、悶々っていうのはその、うん、行ったり来たり、うん、要は二戸兵は、二戸兵は OK と思えたが、うんうん、このじゃあそうなるとその自己肯定の話に行くんですよね。自己が肯定できるかどうか、はいはい、じゃあ自己肯定ない、自己肯定ができない人は、うん、OK って思えないじゃんっていうところで、うん、あ、その人どうやって、その人とどうやって向き合おう、うん、っていうので、うん、二戸兵は静かになるんですよ。賢者タイム。あ、賢者タイム。どうすればいいのだろう。かける言葉がない。そう、彼らに対して、はい、俺はいいんだがもうかける子だ、ホクホクしてるから、はい、俺はいいんだが、うん、どうしてあげればいいんだろう、うん、と思ったところで二等兵はね、うん、ソートを打つ、行ったり来たりじゃないですか、はい、うんうん、でバーってとっちらかってるんですよ今二等兵は、うん、まとまってない、まとまってない、とっちらかっていろんな本買っていろんなことやって、はいはい、うん、あのいろんな動画が途中でおざなり、はい、もしくはなおざりになってるんですね、うん、でカードの請求が16万とかが来るんですよ、うん、はい、おいおいと、うんうん、これいかんぞと、うん、というところで、うん、もう一回過去に買って、うん、そのままにしていた本を、はい、読もうじゃないか、うんうんうん、っていう、引っ張り出してきた、そう MBTI への正体、うん、というのをカール・グスタフ・ユングのタイプ論の応用と展開、うん、っていうのをもう一回読もうと思い、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、自己肯定と言われても否定と言われてもピンとこない、うん、もうピンとこない、僕の場合ピンとこないのも OK なんですよ、まあ、肯定とか言ってるだけじゃないのかなくらいの、ああ、うんうん、リッスンさんは自己肯定ができないといけないというのは正しいのですかね。あ、そういうとこですよ。そういうもんですよね。常にこう肯定したり否定したりするわけじゃないですか、人間なんて、ね、っていう、っていうのを肯定してる感じです、うんうん、っていうのを肯定してます、はい、否定もします、肯定もします、うんうん、っていうのを肯定してる感じです OK だよって、うん、